はい、それでは回答解説に参りましょう。はい、場面ご覧ください。で、答えも書いてあるんですが、私はどのくらいその部屋にいるのかを考えていたを英文にすると、 I thought how long I had been in the room になるんですね。現在完了形は、そうとかね、ここそうとなると引っ張られちゃってですね、ハードビーンという過去完了形になるということなんですね。いいですか。で、意味考えると、私はどのくらいその部屋にいるのかを考えていたと、この場合は、まあ、なるといえばなるんですね。はい、いいでしょうか。引きずられるからね、当然、現在はおかしくて過去になるということです。はい、それでこの状況に、なるということになります。はい、いいでしょうか。これがね、作れるようになれるようになってくださいと、意味が取れるようになってもらえればというふうに思います。はい、以上です。よろしいでしょうか。はい、それでは次回までの宿題クイズを出しましょう。はい、場面ご覧ください。今度はですね、シチュエーションがちょっと変わりまして、今昔のことを思い浮かべてですね、この部屋に、ですね、3年前から1年前までどうやらいたみたいですね。で、この人はいいですね、今私はどのくらいの期間ね、その部屋にいたのか、いるだとおかしいですね、今もいることなんですけど、いたのかを今考えてるんですね。これを英語で表したいときは、I think how long I had、 過去の一時点ですからね、昔の決まってますから、これハブにしちゃったら今もいることになっちゃうから、ハードなんですね。どのくらい、いたのかを今考えてるんですね。think。 いいですか。はい、という文章が出来上がるんですね。これを踏まえて、ここをソートにします。今考えてないですね。例えば、昨日考えたことにしましょう。はい、昨日考えたんだそうです。どれくらいいたかなって考えたんです。そうすると、私はどのくらいその部屋にいたのかを考えていた。ここがルじゃなくて単位だったんですね。はい、これの英語を作ってくださいという問題にしましょう。はい、今からメッセンジャーやってる方はこのシチュエーションのね、英文を作ってください。私はどのくらいその部屋にいたのかを考えていたを、英語にしてください。それ以外の方もね、ちゃんと、自分なりのお答え作って、それから、次回のね、ビデオをお楽しみにしてください。